こんばんは、みつこです。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ナビゲーターはミヤラジから斉藤あさみです。さあ、そしてもう声がちょっと届いているでしょうか。出ました、この方が今日はお越しくださっています。はい、6時だよ瀬本太郎の発酵よもやま話始まるよわー、3回目3回目パート3です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。瀬本師匠の肩書きを改めてご紹介したいですいいですか。はい、肩書きね、はい、茨城県結城市の発酵レストランセモリーナのオーナーシェフ、そして発酵料理人の、これ本名言っていいんでしたっけ。はい、どうぞ、はい、鈴木亮次さんです。はい、はい、皆さんがね、うん、瀬本師匠、私は斉藤は瀬本師匠って呼んでるんですけど、はい、あと瀬本太郎とかいろんな、そうですね、なんかあだ名があって、うん、瀬本リーナの当主ということで、うんうん、瀬本太郎と、はい、いうことでね、はい、たまに瀬本次郎なんかも登場してくるんだけどね瀬本三郎とか誰そうそうそう、いろいろね、一人三役とか四役やってるわけです、ね、はい、今日は瀬本師匠は3回目のご出演、そうですね、ということでついに準レギュラーになりましたよ、はい、ありがとうございます。そうなんですね、そうなんです、はい、3回目でどうしようねはい、108回目と120回目にもご出演いただいてるので、はい、はい、前回の振り返りもね、ぜひアーカイブで聞いていただきたいですが、はい、今からここからの YouTube チャンネルでお聞きいただけます、うん、はい、はい、なので今回はよもやま話がパート3、はい、で発酵について今日1時間もりもり教えていただきたいと思いますはい、そうですね、はい、発酵発酵どんな話しましょうかね今日は。そうですね、うん、じゃあまずはタイトルコールした後にちょっとご相談したいなと思います、はい、よろしくお願いします。心、体、健康、きれい情報番組、今からここか ここからスタートですこの時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆さんのご提供です。本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、ビルラジオ M プロジェクトリアルタイム字幕を配信しています。今からここからは聞こえない聞こえにくい方ともご一緒にお楽しみいただけるラジオです。字幕配信をご覧になりたい方は番組ホームページのトップページUD トークのバナーをタップしてご覧ください。すべてのエンターテインメントに情報保障を。みんなで作る字幕 M プロジェクトに参加してみたい方は UD トークアプリをダウンロードしてお気軽にご参加ください。詳細は番組のホームページ、カタカナで8ノットラウンジで検索お願いします。さあ、そして本日もメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はメールまたはファックスでミヤラジ宛てにお願いいたします。E メールアドレスは数字で773@miaraji.com。ファックス番号は 028-666-7878 です。
またプラプラアプリでお聞きの方はメッセージボタンを押していただきますと簡単にメール送信できます。たくさんのメッセージをお待ちしています。お願いします。ちかさんちかさん、はい、でしょセモリーナさん、はい、セモ師匠のファンって、うんうん、日本中にいらっしゃるから、はい、メッセージを送ってくださる方は、うん、ぜひ、うん、何県の方かを書いてくださいって言いたいんだけど、そうですね、そうですね、お願いしたいんですけど、はい、どこからお聞きいただいているか書いてください。もちろん宇都宮で聞いてる人ももちろんです。はい、ぜひよろしくお願いしま す。こんなこと言われたらみんな聞いてる人送んなくちゃならない ね。送ってください。送ってなかなかね、うん、あの聞きながらメール打つの大変なんですって。そう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 、じっくり聞いちゃうからね。そうそうそう、だから聞いてるようだけでもね、じゃあ少し、少し黙ってる時間作ってメール打つ時間です。それやめてもらっていいですか。ダメ、はい、もったいないし、ね、1時間でも足りないんだから、はい、今日、ね、はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いしますさあ、ということで改めて今日のゲストさんは、茨城県結城市の発酵レストランセモリーナからオーナーシェフ発酵料理人鈴木良二さん、セモ師匠です。はい、よろしくお願いします。セモ太郎です。よろしくお願いしま す。セモ師匠のセモってセモリーナのセモ。そうです、うん、セモリーナっていうのは何か意味あるんですか。前身はね、はい、生パスタ専門店だったの、イタリアンだったの、はい、それでね、パスタの粉って、はい、デュラム小麦粉を使ってそれを粗挽きにするセモリーナ、セモリーナっていうのね、うん、粗挽きにすること、はい、でそこであのセモリーナって名前つけたの。あ、やっぱり日本らしくね、うん、ひらがなで、ひらがなですね、うん、で生パスタのお店だったけど今は発酵レストラン。そうですね、うん、まあジャンルをこ、まあ、ジャンルにこだわらず、はい、まあ、発酵、まあ、世界の食文化、まあ、メインは日本の食文化だけどそれを中心にして、うん、結局料理って垣根がもともとはなかったと思うのよね、うんうん、だって、同じでしょ、煮る、焼く、蒸す、うん、切る、うん、みんな基本的なことは同じだから、うん、ただ場所が違っただけ。なるほどね、うん、なるほど、確かに、うん、セモ師匠のお料理とそのご講義をいただくじゃないですか、はい、食べながらね、うん、その時にあ、料理は科学だったんだなってすごく思うの私、うん、そうだね、なんていうか、うん、なんていうか、うん、なんていうの、その野菜の柔らかくくたっとなる温度は何度ですよとかね、うん、それを何秒でとかって、うん、セモ師匠おっしゃるでしょ、その調理の仕方を、うんうんうん、わー、なるほどなって、うん、あの発酵レストランですけどそのセモ師匠の知識とそのなんていうんですか、技術を惜しみなく皆さんにこうお伝えしちゃうワークショップもあるじゃないですか、はい、だからその時にいろいろとじゃあ作り方も教えていただいて、うんうんうん、科学的なことをいろいろ学ぶわけですね。そうですね、食べる回だけでも、はい、ね、いろいろ教えていただきますよね。本当ですね。そうですね、お出しした料理の説明、はい、それを説明してさらにこう感じて、うん、食べた人が感じて思ったことを質問してもらって、うん、それに答えるっていう形でやってますね、うんうん、ね、はい、そう、発酵料理レストランというお名前ですけど、はい、食べるだけのレストランじゃないんですもんね。そうですね、うん、食べるのはついで。あの一番のセモ師匠お店やってる目的って何ですか。うん、今はねやっぱりね、うん、こういうこの食文化を伝えたいって、食べることの大切さを伝えたいっていう、うん、こう今の世の中、まあいろんなことであるしよ、こういうふうにね、うん、こう、うん、ね、コロナとかそういうのでいろんなことがあるんで、健康っていうのは何だって、うんうん、健康っていうのは結局食べることなので、まあ、我々こう人間は食べて生きていくことなので、うん、だから食べ物がどのように自分の体に作用しているのかって、免疫力との関係はとか、そんな感じにね、それをねみんなに伝えられればいいかなと思って、うん、ね、今本当にこう普段食べているものはそれ正しいのって、自分の体喜んでんのっていう、うん、そういうふうなね、問いかけをしたいなと思って、うん、こういう、うん、活動をしてます。なるほど、うん、ね、
だか美味しいだけじゃなくて、うん、本当に新しい知識をたくさんいただけるっていうのが、うん、セモリーナの魅力だなって思ってるんですけど、うん、そのお料理を提供してくださる日とワークショップの日とあるじゃないですか、はい、どのぐらいの比率でやってらっしゃるんですか？今ね、うん、月に9回しか営業してないんですよ。へえ、9日。そうですね、はい、9日、うん、発酵フルコースを食べるオフ会って言ってね、はい、発酵料理に興味を持って食べてみたいなと思う人が集まる、うん、そのフルコースを食べる会が月に4回、うんうん、4日ね、うん、あと4日は、まあ、各種味噌を作ったり、まあ、日本の伝統文化を中心に発酵のワークショップ、うんをやってますね、うん、あと一つね、あの、うん、ロースイーツって言ってそちらがね、うん、あの瀬本太郎じゃないんだけど、うん、妹が開催してるものあります、うんうん、それで9日。はい、これで9日。おすごい貴重な機会ですね、うん、これね、うんうんうん、それでいつも本当に人気であっという間にワークショップなんかも埋まっちゃうなっていうイメージなんですよ。で、私瀬本師匠にもう今日で3回目じゃないですか、はい、2回来ていただいて、はい、いつか行きたいいつか行きたいと思いながら、はい、ついに、はい、昨年、はい、行きました。いらっしゃいました。あのしかも食べるだけの日に、ね、何も作んない、まあはい、そうだよね、本当瀬本師匠のご飯を食べようみたいな感じで、うん、あのフルコースを食べるオフ会、はい、オフ会になりますかね。オフ会ですね、はい、みつこさんとご一緒いただきまして、はいはい、伺いました、はい、で茨城県結城市だと、はい、私あまり土地勘がなくて、はい、遠いのかと思ってたらめちゃくちゃ行きやすくて、うん、そうね、すごく見晴らしのいい道をま、うん、っすぐ行くんですね。まっすぐですよね、宇都宮からね、うん、だからその行く道すがらもすごく気持ちいいドライブでした、うんうん、で大きい看板出てくるんで、うん、あのすぐ目立ちますし、うんうんうん、あ確かにね、うん、もう4号線をひたすら南下し、うん、50号線にぶつかったら、うん、茨城方面要は東方面に曲がったら、うんうん、有機警察署があってもうそこですもんね。そこです。そうだよね、はい、ここ宮原寺からだって曲がる角数えるほどしかないよね。数えるしかないです。本当まっすぐ行ったら10回曲がんないと思うよ。そうなんですよ、ね、だからなんなら栃木県内のどこか、うん、あの行くのより近いかもしれないぐらいの、うんうんね、はい、なのですごくね、うん、行きやすいっていうのも、うん、今日伝えたかった。あ、はい、そうですか。ね、でお店の中がちょうど私行ったの冬だったせいもあるでしょうか、はい、暖炉が、はいはい、うん、ありましてね、うん、そこでまた何か美味しいものを温めている様子なんかもありながら、うん、店内入りましたら、うん、本当にあのオフ会は予約制なんですよね。全部予約制です、ね、ご予約された方とご一緒のテーブルで味わうっていうシチュエーションなんですけど、うんうんはい、その日私がご一緒した方がなんと富山県から来てた。ねえ、びっくりしましたよね。ありがとうございますですよ、はい、そしたら ね、今メッセージもらったこの方に私がご一緒していただいたあの富山の方にフルネーム書いてあるからこれは伏せといた方がいいかな。ラジオネームって書いてあるけどフルネームなの、本名だと思いますんでね、はいはい、こんばんは、富山のあの彼女です。はい、はい、メッセージ、先日は美味しいランチをありがとうございました、超楽しかったとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にその説は遠いとこからありがとうございました。でもすごいですよね、その日の朝何時に出てきたとおっしゃってましたっけ。10時からですよね、あの食べる会ね。でも7時ぐらい、7時ぐらいっておっしゃってたかしらね。新幹線で新幹線でね、セモリーナだけのために新幹線で往復往復、それだけの価値があるっていうことですね。そうですね、交通費大変ですよ。大変ですよ。結構しますよ、結構しますよ。セモリーナの認知度がすごい。確かに、ね、全国的にだから発酵料理を学ぼうとかあの研究している、うんうんうん、なんかそういったお話を共有しようと思ったらセモリーナさん行こうって皆さん思うわけですね。そこで出会いがありますもんね、はい、本当に意気投合しちゃってね、この富山の方ともね、うん、はい、元看護師さんで、やっぱり食が大事だ、腸の健康が大事だっていうことでね、うん、発酵食に興味を持ってはるばるいらしたっておっしゃってましたもんね。そうですね、やっぱり関心の高い方が集いますか。やっ
っぱりそうですね、食に対して深くこの思いの方が来ますよね。うん、やっぱりね、あとは大きな病気をして、はい、なんかこう庶民直して健康を見直すっていうそういう方が半分、うん、あとはこのなんて言うんだろう、やっぱり医療関係の人も多いよね。薬剤師とかね、そういう看護師とか、看護師出身とか、あと介護やってる方とか多いですよね。専門家の方もうならせるセモリーなんですね。そういう方もね集ってらっしゃる。そうですね、学校で習ったことじゃないことを言ってるんで、はい、ね、あの私は斉藤はあの発酵に全く詳しくないんですけど、発酵食品は好きなんですよ、はい、だから積極的に結構取ってるタイプではあると思うんですけど、ね、本当にあの瀬茂師匠の発酵フルコースは度肝を抜かれるっていうか、あ、そうですか、あの想像の上なんてもんじゃないぐらい本当に発酵が散りばめられててびっくりしました。でこれが専門家の方とかもともとそういったことを学んでる方であっても多分すごいびっくりするんだろうなと思いますね。まあなんていうかセモリーナさんでしか食べられないなと思いますよね、うん、その一朝一夕にできないもん絶対に、はい、そうですね、うん、ちょっとやっぱり ね、うん、だって何年越しで作ってるんだもん。そうですね、発酵させ続けて育て続けてるんだもん、うん、そう、はい、発酵は生き物との付き合いです、はい、まあ、ペットや子供を育てるような気持ちで接しないと美味しいものはできないっていう、ね、気持ちが通じるんだから。はい、なるほど。本当にあの人間ってさ、うん、人間ってこう分子、この肉がまあタンパク質でできている、タンパク質を分解するとアミノ酸ができているって、それをまた分解してどん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 小さくなるわけじゃない、うん、ね、うん、そういうつぶつぶができて、結局発酵の菌っていうのも1000分の1ミリぐらいの大きさなんだけど、うん、やっぱりそれもタンパク質でできて、それをばらせばつぶつぶできてるよね。なるほどね、うん、だからそういうつぶつぶ同士ね更新してんだよ。なるほど、うんうん、感じ合ってるの、うん、だからね瀬本太郎はね、考えるな感じろって言ってるんです、はい、うん、そうですよ ね、すごい感じました私。あ、そうか、おさすがすごい1回です、すごいあの、うん、食事が始まる前にね、もうウェルカムドリンクの段階で、うん、もう私の胃がすごい反応しちゃって、うん、すごい感じましたよ。あ、ハーブティー、そう、ハーブティ ー、 うーん、あれもすごく美味しかったです。でそのハーブが瀬茂師匠のお店のお庭で育っているものなんですかね、うん、そうです ね、うん、ね、はい、だって、はい、そっと外行ってパパッと摘んでいらっしゃいますもん ね、 ね、そうですね、そういう本当にあの地場物っていうかね、鮮度の高い、うん、あのその土地ならではのものも、うん、あのいろんなところにちりばめられてるっていうのがまたすごい魅力だなと思いました、うんうん、そうですよね、まあ、レストランの食材から瀬茂師匠が育てて、もう畑から瀬茂師匠が作ってるんですもんね。そうですね、土から ね、 ね、そうですね、うん、あ、その畑の土っていうのもこだわりがありますか。うん、そう、今年ね、今年というか去年からか、その月に9日しか営業しないっていうのは、うん、結局畑のこと、この自然農のことをもっと深めたいと思って、そっちの方に比重を置いて営業日を減らしたんですよ、うん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 、まあ、おかげさまでいろんなこの土と接して、いろいろなことが分かってきたっていう感じですね。うん、だからね、本当に、肥料とか、農薬とか本当いらないんだなっていう、うんうん、はい、うん、植物って、うんうん、だから、もう人間の体も土の中、植物の中も、うん、みんな結局は同じ共通してるものがあるのよね。それはつぶつぶ、その種類たるやっていう感じですよね、うん、フルコースでいただいたこともあるかもしれないですけど、本当にあの前菜からメインからそのデザートまで何種類入ってただろうっていう発酵メニューでした、うん、あ、何種類ですかね、とんでもない数のつぶつぶだったと思うんですけど、うん、そう
はい、うんね、だってさ、はい、まあ、前菜ってこうワンプレートに、うん、まあ、4種類乗ってたりとか、うん、まあ、何種類もって乗ってくる中で、うん、そのパンも発酵だし、うん、瀬本師匠のもね、はい、天然酵母のパンも発酵だし、うん、その上に乗っかってるちょっとしたディップみたいなものも発酵だし、うん、すごい数、それが野菜、あの畑のね、うん、はい、土も要は発酵なり微生物の力じゃないですか、うんうん、だってそっからもう瀬本師匠の働きでできてるんだもん、はい、ねえ、本当お野菜もお肉もお魚もっていう感じでいろんな種類のものがの、うん、ワンプレートに載ってたりするじゃないですか、うん、とそれ一つ一つが違った製法で発酵されてるんですよね、製法ってか、まあ、なんて言うんだろう、そうですね、うん、まあ流れとしてはみんな同じなんだけど、うんうんうん、ちょっとその扱い方とか、うんうん、そういうふうに、うん、発酵っていうのはこう、うん、皆さんも知ってると思うんだけど、まあ酒を見てみれば分かると思うんだけど、うん、米を発酵させて米をね、カビをつけて、うん、米麹にして、うん、それに水を足してこの発酵させて完熟みたいなね、11月頃から、うんうん、それでゆっくりと発酵させてお酒になるわけじゃない、うんうん、まあそうお酒になるまでにだって結局この、うん、その酵母っていうかその麹から出てくるいろんなこの酵素っていうのが、うん、7種類の酵素が出てきて最終的には酒にするんだけど、うん、でそれが酒が過ぎたら今度酢になるわけだからね、うんうんうん、で酢が過ぎたら今度水に戻っちゃうっていう、うん、あそこ自然の流れなんだよね、うん、だからその流れの中でどこをどういうふうに利用するかっていう、うん、うん、だからここのとこで発酵を止めておいてこれにこれを足して、こういう味にしようかとかいう、はい、うん、その過程のどこで調理に使っていくってことだね、はい、そうですね、そのベストタイミングのものだけが、うん、出てくるんですね、そのオフ会で。そうですね、なるべくそういう風にしてます、はい、どうしても、うん、料理って普通の料理って火を通したり蒸したりしてそこでみんなこの、うん、まあ、野菜とかこの食材の命を止めちゃうじゃない、うんうんうん、でもなるべく止めないようにする、うん、火を通すんだったら低温で、うんうん、なるべくこの菌が生き残るように酵素が生き残るように、うんうんうん、だから鶏肉なんか低温調理で、はい、大体60度、まあ、塩麹に漬け込んでおいてこういろんな菌がこのタンパク質を分解させて、そのエネルギーを結局、うん、タンパク質を分解してその菌たちのエネルギーにするわけなんだけど、うんうん、でそのエネルギーをある程度利用してその流れをずっと置いとくとそのまま味が変なようになっちゃうんで、うんうんうん、ね、だから味が変わる前にこの火を通すっていう、うん、はい、一番の旨味が出てるところで、そうそうそう、うん、だからね、あのやっぱりあんなにこの鶏の胸肉よく出せるんだけど、うん、美味しい、ね、柔らかくて、うん、柔らかくて、うん、なんでこんな柔らかくなるのっていうくらいな料理に仕上げるっていう、それはみんな菌のおかげ、そうですよね、うん、で同時に栄養素も高まっていることだから、うん、やっぱりその介護の方がおいでになるとかっていうのはその柔らかく食べやすくその酵素の力でね柔らかくしてもらって栄養素も高めてもらってやっぱり老化で消化吸収力が落ちるじゃないですか、その時のこう助けになるんでその食のねあの作り方とか考え方っていうのを学びにいらっしゃるのかなって今思ったんですけどね、うん、うんね、うん、まあいろんなこの感じてきてくれるんだと思うんですけど、ね、結構ねやっぱり年配の人、うん、あ年配の人って言っちゃうだまた失言が失言、ま、失言ちょっとピー出せません生放送なんで、ね、うん、昭和生まれのお姉様たちがちょっと私入ってる、はいはい、うん、中にはね今ね本当にね、うん、若い子が来てるのね、関心高まってますね、うん、じゃあね、そうそうそう、あと、ね、私思ったんですけど発酵料理っていうとねどのぐらいのカラーバリエーションをみんなイメージしてるかなって思うんですけど、 あのすごい鮮やかな色とりどりの、うん、あのなんて言うんですか、うん、お料理の、はい、
品数もそうだけど、うんうん、色のバリエーションもすごいじゃないですか、うんうん、これは映えるっていうことにもなるんじゃないですか、うんねうんうん、体によくて美味しくて見た目にも美しいっていう三拍子揃ってる、うん、そうですね、うん、見て美味しく食べて美味しく、ね、聞いて美味しく、うんねそううん、超元気、うん、はいね、えだって食欲とつながるものね、うん、その美しいっていうことは違うかしら、うん、そうだよ ね、美しいっていうのはね、はい、やっぱり盛り付けって大切なのよ ね、 そうですね、見た目ってこう大切なんで、はい、これは昔瀬本太郎がこのフレンチ料理をやってた頃に養ったもので、うんうん、なるほど、うんうん、盛り付けもまた違いますもん、うん、どうやったら綺麗になるかっていうと色合いとかね、うんうんうん、ソースのね、うんデザインとかねそう、うん、ソースの敷き方とかだから同じ発酵のソースでも、うん、そういうフレンチ風にこうソースをかけたりっていうのはね、はい、そういう風にそう発酵料理ってこうラジオでお聞きになってたら、うん、なんか茶色で小鉢ばっかりみたいなもしかして全然違いますね想像されてたら、うんうん、あの有機市セモリーナで検索すると、はい、セモリーナさんホームページ出ますから、うん、見たらまあたまげますよねあそういう感じ本当ですよねなんかあの美しいあのお料理をめでてるだけでも多分体にいいだろうなって思 う、 そ う、 そ う、 そうだって ね、 ね、うん、その、うん、あ食べたいなっていう食欲を沸かせてこう、うん唾が出てきたり、うん、お腹がグーってなったり、うん、それが大事だよって瀬本師匠おっしゃいますもんね、うん、そうですよね、うんうんうん、学べることが多いですね、うん、発酵の知識だけじゃなくてそうですね、うん、盛り付けも、まあ、まず食べる前に準備運動させる、うんね、そういうお話とか、うん、そういう見た目とか、うんねうんうんうんね、そうですね、うん、いや本当にね勉強になりますよ、うん、あの、はい、本当にお酒の、ね、お話さっきされてたそれ一つだけ取っても、うんはい、その酒樽の中に結局宇宙があるんだなと思いますよその中で本当にこう複雑に入り組んだ生命の、うん、なんていうのつながり合いというか、うんうん、それも結局人体と、ね、体の内側と一緒ですよ ね、 そうですね小宇宙というか、うん、そうですね、うんうんお料理を食べながら、うん、こうしたお話を聞くじゃないですか、うんうんうん、で聞きながらねお話をあの食事をしていると本当にあのお腹もどんどん満たされていって私メインディッシュが出てくる前にすごいお腹いっぱいになってたの、うん、これってやっぱり発酵の効果もありますか、うん、ゆっくり食べて、うんうん、あゆっくりね、うん、ゆっくりですもんねいろんなお話を会話を楽しみながら、うんうんうん、そうだねやっぱりあるね、うんやっぱりねうーん発酵フルコースの食べるオフ会ってのはすごい量出してるね、はい、すごい量ですね、ちょっとずついろんな種類が出てくるので結構出てきてそうでも11時から始まって3時までだからねだいたい2時半ぐらいだからね出し終わるのねだから時間かけて本当にゆっくり食べてるんで結構ねそれにこのうーん手元太郎はねその食べるお客さんの味覚のためにだけじゃなくてほとんどはね、うん、腸内細菌の餌になるように作ってるんですよ、うんうん、だからね、普通あれだけ食べるとこう胸焼けしたりちょっと胃がもたれつったりするんだけど、うん、まあ腸内細菌は喜んでると思いますね、ねうん、だからそういうようなこの思いで作ってるんで、うんうん、せっかく来てちょいちょい来られるもんじゃないんでたくさんいろんな種類を食べてもらおうっていうそういう考えで、うん、たくさん出しちゃってるんです、うんうん、ですからセモリーナさんに行かれる時にはたっぷり時間に余裕を持ってお伺いできる時ご予約していただきたいですし、うんうんうん、あのお持ち帰り用のタッパーとか持ってた方がいいかもしれないと思ったりしますね。ねはいそう。もしかしたら食べきれないかも、うん、なと思うと、あの持って帰っても食べたいかも。うんうん、一応、うん、タッパー持ってきてください皆さん。はい、ね空っぽで持って帰ってもいいじゃないですか。そうですよね。食べきっちゃって、ね、食べきっちゃって念のため。念のため。はい。もっとあの、うん、ちょっとお話は尽きないんですけどこの辺で一回曲入れてブレイクしようかなと思います。うん、はい。今日この時間にお届けする曲瀬本師匠に選んでいただいた曲ですが、はい、かりゆし58、はい、終わり始まりという曲を選んでいただきました、はい、理由があれば、はい、終わり始まり、うん、結局発酵も同じなんだけど、うん、結局ね一つの発酵が終わったらそれが終わりじゃなくてその次のステップの始まりなんだよ ね、うん、終わりってね、うん、
だから永遠に終わるってことないんで、まあ普通この歌詞にもあるけど、今日一日悔いはなかったかいとか言ったけど、悔いがあったって結局はそれはね、明日の糧にすればいいわけだから、うんうん、まあ新たなステージの始まりっていうことで、この終わり始まりっていう曲がちょっと好きなのね。もう今の話聞いただけですごいグッときました。はい、では聞いてみたいと思います。かりゆし58で終わり始まり。この時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆さんのご提供です。本日の番組応援団です。オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん、高根沢皮膚科クリニック、ワイルドキッチンくまくま&巻餃子専門店大正堂、おいしいね楽しいね、嘘をつかない豆腐、国産手作り豆腐の大豆の館、おいしい野菜とこだわりの素材で作る男の手料理パイプレストデュエ、あなたの日常に音楽を奏でる喜びを、岩崎和弘ギター教室、がんサバイバーたちのラブフルートユニットキャンサーズ、心体ライフの学び屋ここかライフ広場、群馬でガン茶が味わえる店ティールームトパス、みんなで耕すオーガニック&コミュニティファームのシードオブライフ、生活を支える介護から目の前のお年寄りの人生を一緒に作る介護へ、介護付き有料老人ホーム新た、グッドライフ総裁、腸を元気にする発酵料理ワークショップのお店有機市セモリーナ、うふふ地域財と職人と高断熱の家づくり建築屋前町、ホリスティックサロンサロンドゥナチュレ熊倉恵子さん、ロースイーツとおむすびでつながる予約制のカフェセカンドラソス、宇都宮食育塾長岡式酵素玄米工房、日光市岡委員、以上の皆さんです。いつもありがとうございます。のご支援により放送しております。番組スポンサー個人応援団随時募集中です。よろしくお願いいたします。続きまして、医療法人高根沢皮膚科クリニックからのご案内です。あらゆる年齢層やライフスタイルにおける皮膚のお悩みにお答えし、皮膚科として専門性を生かした医療をご提供いたします。高根沢町宝石台でお待ちしています。続きまして、菊芋の岡委員からのお知らせです。日本一菊芋を知るお医者さんで有名な日光市岡委員の岡先生監修、本当の菊芋製品サンテライズは農薬化学肥料不使用、天然成分だけで作られた健康食品です。お求めはFKD 宇都宮店1階ドラッグストア、自然食品ララカフェ、 MT ファルマ、そばニコリコ、ケージクラス、アトム薬局にて、書籍超菊芋活用術も好評発売中です。続きまして、グッドライフ総裁からのお知らせです。栃木県中央公園正門前に昨年新しい家族葬ホールが誕生、大切な人とのかけがえのないお別れをご家族寄り添い心を込めて送り出す最後の時間、グッドライフ総裁はその思いを形にします。グッドライフ家族葬ホール、電話 0120-510-775、 24時間365日いつでもお電話ください。
さあ、それでは改めて本日のゲストさんをご紹介いたします。茨城県結城市の発酵レストランセモリーナからオーナーシェフ発酵料理人の鈴木良二さん、セモ師匠です。引き続きよろしくお願いします。はい、セモ太郎です。第2部始まります。よろしくお願いします。セモリーナウフフはやられました。やられましたね。はい、メッセージ、メッセージ来ました。はい、ご紹介します。ラジオネームてるてるさんです。最近胃酸が少なくて腸が悪い方が多いように感じます。そんな時、セモ師匠の発酵食は胃酸を出してくれて腸内細菌にも効果があると感じました、ということなので、これセモ師匠の食事を食べたことがあるか。そうですね、てるてるさん、はい、その通りです。やっぱりね、腸内細菌が増えるとね、やっぱりいろんな唾液とかね、いろんなもの増えて、免疫力も上がるし、ね、だからね、腸内細菌の餌っていうのは水溶性食物繊維って言われてるんだけど、だから、こんにゃくとかって言われるよね。でも結局この発酵するっていうことはみんなこの分解しちゃうんで、結局水溶性植物になってる、水溶性食物繊維になってるものが多いのよね。だから腸内細菌が喜ぶ、ね。発酵っていうのは結局腸の中でやっている仕事をやってくれてるので腸内細菌も楽なわけ。なるほど ね。お仕事を、前仕事をやってくれてるってことですもんね。だから、結局口の中に入れて、胃に入って胃酸の量も少なくて済むし、ね、発酵されてるんで、それはみんな腸から指令がいってるんで、だからそういうものをこう食べてれば本当に腸内細菌がきれいになって、まあ、元気になって、まあ、免疫力も上がる、頭も冴える、いいこと尽くし、なんかね、やっぱり瀬本師匠のところへ行って本当にいっぱい学ばせていただくんですけど、腸内環境が大事ですよって皆さんもそれはもういらおっしゃるじゃないですか、はい、なんで環境が大事なんだっていう話なんですけど、多様性、たくさんの細菌が共存してることが大事なんだよって瀬本師匠おっしゃるじゃないですか、みんな働きが違うからって。そうですね、そう、あのね、でもね、腸内細菌ってほんとこう、まあ大腸にいるんだけど、結局その、1グラムあたりのこの量っていうのは半端じゃない量の難聴っていうね、そういうのがね、どん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 この餌が良ければ増えてくるわけですよ、2、4、8っていうふうにね、でもね、結局その腸内細菌になる、結局はまあ何つうの、野菜とかその食物水、水溶性の食物繊維とかが含まれてなければ、どん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 この腸内細菌の餌がなくなっちゃうんで、どん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 減ってきちゃうわけね。元気がなくなるしね。そう、元気もなくして、まあ便を見れば大体わかるんだけど、だから下痢したりコロコロうんちだったり便秘だったりっていう、そういうふうに本当にね、便を見れば大体その人の健康状態はわかるっていう、ね、でも漢字が面白いですね、つまりお便りってことですもん。そうですね、最大のメッセージですもんね、お便り、ね、そう人のお便りだからね、で、その多様な細菌が元気で存在することっておっしゃるでしょ、ね、その腸の中にホルモンとか、それも9割とかいろいろね、本当にたくさんいるんだと、発生させるんだっていうじゃないですか、その都道の中で何かを材料に何かと何かを作るっていう仕事を、みんなそれぞれに違うものを発生させることができるということですよね、それでいろんなホルモンができたり、人体はその発生されたものを元にシステムを回していくってことですもんね、そうですね、あとその腸内細菌が働きを良くさせるためにはこのミネラルが大切、
はい、ね、マグネシウムとかね、結局一つ一ついろんな酵素を出していろんなことを仕事をするんで、その一つ一つの酵素のスターターとなるのがミネラル、はい、この微量栄養素なんで、それをね、ちゃんと取ってれば。セモ師匠は一日にどのぐらいの発酵食品を召し上がってるんですか？食べないことが健康の秘訣ってみんなに言ってんのよ、ね、これ料理作ってるのに、はい、ね、調子悪かったら食べるの控えろって、セモ太郎の健康法は、はい、だいたいね16時間断食って言って、16時間何も食べないのね、でその代わりその前はねその8時間の間1食しか食べなかったんだけど、今はもう慣れてきてその8時間はだいたい食べ通し、食べ通し、ちょこ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 食べて、それはだからその8時間は、まあ、腸内細菌に働いてもらおう、その代わり、ちゃんと16時間はお休みを与えましょうっていう、いつも仕込んでる発酵食品があるじゃないですか、はい、ああいうのをちょっとずつつまんだりして、そうだね、思いますか？ つまんだりは、どうしても味見しなくちゃならないものはするけど、あとはまあそんなにこだわんないけど、だいたいこの16時間は達成できてるんで、こう瀬本太郎ランニングもしてるんで、この頃ね、やっぱりねこの腸内細菌のこの傾向が違ってきてくるのよね、この痩せ菌っていうのが増えてきて、結構食べた方がいい、まあ食べても太んないのよ、ちょっと食べ過ぎたなと思うと、だいたい60キロ超えちゃうんだけど、今食べ過ぎたなと思っても58キロなのね、まあ走ってるのもあるんだけど、それに対してまあこの代謝が違ってきてるのかなっていう、痩せ菌とデブ菌っていうのがあるんだよみんな、ね、ちゃんとねその方向に向かって間違いなく食生活、生活習慣をしていれば、ちゃんと痩せ菌が増えて、まあまあ食べ過ぎたなと思っても太らないから、ね、血糖値気にする必要ないんだよ、なんとなく日本食を中心にしておけば、あのそんなにデブ菌にならない、デブ菌ってな使い方が分かんないんだけど、ならないイメージがありますけど、正式な名前なんだけどね、ちょっと長ったらしいんで、そうだよね、結局は日本食、まあ日本人のこの、日本の歴史を見てもらえば、結局この病気の少なかった何を食べてたのかってこう調べればすぐ分かることだよね、まあ、戦前、今だいたいね、平均寿命が84歳ぐらいか、ね、で84歳で90歳なんかもたくさんいるよね、それはその人たちの青春時代ってね、食べ物食うものに困ってた時代、戦後間もない頃で、戦中戦後で、だからね、質素なものを食べてたから健康でいられるっていう、なるほどね、だから食べ過ぎ腹八分っていうじゃない、健康は腹八分ってね、言うよね、腹六分で医者いらず、腹六分、あ違った、腹八分、腹八分で医者いらずだ、腹六分でなんだっけ、ちょっとわかんないです、わかんない、でも、まあ、師匠は何ぐらい、じゃあ誰がメッセージちょうだいでも本当 こちらにねゲストでいらっしゃるアーユルヴェーダの方とかね、皆さんね7部とかね、そうですね、8部以下でおっしゃいますよ、そうだよね、それが一番結局目いっぱい働かしたら困っちゃうじゃない、腸内細菌もやっぱり休めることもすごく大事、そうですよね、みんなこう、運動とか仕事しててさ目いっぱい疲れるまで働きたくないよね、余力を残してねアフターファイブに使いたいもんねアフターファイブに、だからね、腸内細菌もそうなんだよ、なるほどね、だからやっぱりその、お腹の中も地球も同じだよって瀬本師匠おっしゃいますけども、全てのものを土と水に分解していくと、そうですね、ね、それをもうどんどんじゃんじゃん過剰に突っ込んだら分解しきんないと、そうです。で、それがまあ未分解で血液中に入ったりとか、力ガトで腸から入ったりとか、まあなんやかんやで体内が汚染されちゃうみたいな病気になっちゃうみたいな。そうですね。
まあ本当にね、結局健康ってなんだろうと思ったら、本当にこう食ってなんだろうってこう少し勉強してもらったのがいいかもわかんないよね。なるほどですね。今食べてるもので本当にいいのだろうかって、今食べてるものに、ちょっと健康を考えたいなと思ったら、今食べてるものに何をプラスしたらいいのかなとかさ、ちょっとしたことで少し変わっていくので、インスタントばっかり食べてからダメなのかなと思うんじゃなくて、インスタントを半分に減らして野菜を半分増やすとかさ、そういうふうなこう足し算引き算でやっていけば、まあいい方向には向いていく。まあ丸っきし全部変えろって言ってもなかなか無理なんで、少しずつ変えてって、ああ健康ってこういうことなんだっていうのを感じてもらえればね、どん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 そういうふうに進んでいくと思うんで、考えがね。そうですね、まあ食べるもの、食を考えるっていうことは、自分自身の肉体ね、命あるっていうか、この世で生きてる限りこの肉体がないと何もこう動けないわけだから、この船をどう維持するかって、自分自身をどう維持するかって、自分自身にしか何もできないですよね。良くするも悪くするも自分にしかできない、だから自分の体、肉体のことを考えるっていうのは、その自分の人生を考えるっていうことだから、精神面にもこう何かこう影響があるなと思うんですけど。ありますね、食べ物っていうのはね、結局さ、なんて言うんだろう、我々ってこの自律神経っていうのは結局全部このやってくれてるわけじゃない、生命活動、でその自律神経と副交感神経っていうのは、うまい具合にバランスよくこう働かして我々こう生きてるんだけど、やっぱりね、やっぱりそういうのもね、結局この食べ物なんだよね。結局腸内細菌から来てるって言われてるし、だから常にね、腸内細菌っていうのはいろんなことを発信してるんだけど、本人っていうのは気がついてないんだわ。よく腹言葉ってあるじゃん、この腹の知らせとかな、なんかね、腹黒いとか、まあいろんなこの腹あるじゃない、結局昔の人は腹が、この腸がいろんなこの、支配をしてるってことを感じてて、感じてたんですよね。だから結局病気をするってことも、結局病気か、嫌だな、嫌になっちゃう、なんでなっちゃうんだろうじゃなくて、結局体が何かをしろっていう知らせなんだよね。だからそれでこう何かを気づいて、こういうふうにしてみようかっていう、そう気づきのための病気っていう、メッセージですもんね。メッセージですね、体からね。だから毎日嫌なことがあったっていうのも、そのあったって感じてるのも結局体の発信なんで、それは結局この、この世界ってみんな波動で動いてるわけじゃない、波動って波だよね、だから山と谷なんで、だから谷があったら次に山があるんで、だから結局マイナスとプラスの繰り返しなんで、だからそこを感じてもらえれば、健康になれるんじゃないかな、心にも体もね。なんかすごい哲学的な感じだね。このお話の続きはぜひ直接お店で師匠から聞いていただきたいなと思うので、改めてセモリーナさんの場所なんですけど、教えていただいてもいいですか。はい、茨城県結城市にあります。住所、住所、住所、茨城県結城市、小田林っていうところなんです。小さい田んぼの林、JR 水戸線の駅もありますから、小田林、無人駅だけどね。そこからね、500m、意外と駅近で、皆さんね、電車で来る方も結構多いんですよ。車でも電車でも行きやすい場所ですね。ただ、皆さんが帰る時間帯は1時間に1本しか電車で、ちょっと調べてから行きましょう。よく言われるんです。3時14分の電車に乗るんでよろしくって。事前に言っとくっていう手もありますね。背もたれを長話できない。なるほど、ぜひ調べてから行っていただきたいですし、あとセモリーナさんはフェイスブック、ホームページで情報発信してくださってますので、ぜひそちらをチェックしていただいて、まずはご予約をしてから訪れていただきたいと思います。よろしくお願いします。全部ね、予約は全部オーダーフォームで、この申し込みようになってますので、ホームページから入ってもらって、
予約してください。わかりました。ぜひチェックしてください。さあエンディング曲が流れ始めてます。最後の曲は池田信也でアメージンググレイスを聴きながらのお別れです。本日ゲストでお越しくださいましたのは発酵レストランセモリーナからオーナーシェフのセモ師匠鈴木亮次さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では最後にタイトルコールご一緒にお願いいたします。はい、心体健康きれい情報番組今からここからありがとうございました。ありがとうございました。また来週お元気で、またラジオでお会いしましょう。